五代目、中村歌右衛門から1940年9月12日は、明治から大正、戦前昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。矢号は、聖駒屋。縄文は、祇園神。開門は、裏梅。背命に先駆け玉、ま、梅緑、梅苔。大向こうからは、大聖駒屋の掛け声がかかった。本名は、中村栄太郎。幕府の金財役人。 土方正五郎の子として、江戸本省受け地に生まれる。実母は、野村公、陽名、野村英次郎と称した。1875年4代目、中村主観の養子となり、初代中村千子太郎として1年後、幸福三ついざ、伊勢温度恋ネタバの油屋息子で、初舞台。1881年、須マと原平筒子の稽古で4代目、 中村福助を襲名。生まれついての美貌と品のある芸風で、東京、大阪で人気を集め、新進気鋭の若手として注目される。1884年、女六初演井戸桜では、三浦や揚げ巻に抜擢され、九代目、市川團十郎の女六の相方を務める。以後、團十郎や五代目、小野駅菊五郎の相方を務める。1887年には、 井上薫亭で行われた天覧歌舞伎も務め、歌舞伎の次世代を担う騎手としての存在を確立する。この頃はすでに炎毒を発症して、不自由な体に苦しめられていたが、ほどなく演技力で補うことに成功する。1901年5月、六河川姿、綾野小町、老門53霧の石川五右衛門などで五代目、中村主幹を襲名。 1904年3月、東京座で、坪内昭洋作の、キリヒト派が初演された際には、ヨド君を務めて、代表版となり、これが、修正の当たり役の一つとなる。スケクの三浦や上げ巻聖前や四代目、中村福助時代。豊原邦地が、江戸桜5月東京歌舞伎座上演、大番二式へ。1911年11月、歌舞伎座。 慶賀の小娘道成な寺の白拍子花子他で五代目、中村歌右衛門を襲名。以後、歌右衛門は十五代目、市村宇佐衛門、十一代目、片岡二座衛門と共に、三衛門のと呼ばれ、断菊左泣き後の歌舞伎を支えた。また、歌舞伎座幹部議員委員長の養殖も務め、歌舞伎伝統芸能の発展と向上に尽力した。後には、 東京俳優組合の発足に寄与。これが大日本俳優協会に発展し、五代目はその初代会長を務めている。1931年10月の歌舞伎座で元次郎と舞台を共にした三門の五右衛門が東西西、小間屋の火花を散らす舞台として有名。また、晩年の1936年11月歌舞伎座で行われた三代目。 中村歌右衛門百年祭には、東西の大看板が集まり、五代目は、日招きの清盛で、総勢90名の役者の真ん中に、王者のように座して、清盛を務めたが、その立派さは、後世の語り草となった。靴で虜り上落日の淀君く万人の写真。聖、駒や中村家の墓縁毒で不自由になった体を、押して舞台に立ち、東西随一のお山と呼ばれた。 動かない体をセリフ回しのうまさで補って、観客を陶酔させた。いくつかの当たり役はレコードに吹き込まれて、今日でも聴くことができる。当たり役は多く、時代物では、本町24校、十種校の八重垣姫、鎌倉三大木絹川村の時姫、祇園祭礼進行期、金閣寺の雪姫、キャラ仙台萩の正岡、世話物では、スケロクの揚げ巻き、 カゴツルベの八つ橋、審判家西門、野崎村のお光、新作では、霧人派、靴手取り小城落月のヨド君などがあり、これらお山の方が今日に至るまで手本となっている。また立役では、前述のごえもんなほか、若き日に、明治天皇の天覧歌舞伎で勤めた、肝心町の吉常、樹蘇が対面の工藤、しばらくの受け、菅原伝授手習い館、車引きの時平、 総長長、車日記、相撲場の濡れ髪なども、堂々たる、押し出しで見事にこなした。五代目歌右衛門は、与ド君を、生涯の当たり役としたが、これをい家芸としてまとめたのが、与ド君衆である。東西歌舞伎の重鎮らしく、東京千駄ヶ谷の自宅は三千坪の敷地に二百坪の、屋敷、門から、母屋まで三十メートルもある壮大なもので、 多数の使用人と警備の警官まで置いていた。屋敷前のバス停も、歌えもん停前だった。芸団に、先駆け玉屋は、子に創生した、聖駒屋五代目、中村福助と六代目、中村歌えもんがいる。墓所は、玉霊園。ありがとうございます。